箱がでかい、イエーイ、カンパーナイ、おーおーおー、サイクロンジョーカー超いいんだけど。これ出た時にめちゃくちゃ人気だった子じゃない？そう、かっこいい。羅刹天って名前がちょっと中二病入ってるんだ。皆さんこんにちは、プラモアイドル高坂きのです。今日も始まりました、おちんちゅう TV。 箱がでかい、イエーイ。こちらはイエローサブマリンさんの毎年恒例の福袋、違うな、箱だな、福箱でございます。はい、年を明けたらすぐ買いに行くもの、それはこれということで、昨日は B サイドさんの福袋を紹介したんですけど、あれも箱？あれ袋だった。あれも相当な量入ってたんですが、今回イエローサブマリンさんでゲットしてきたのは2万2000円の福袋でございます。ちなみにイエサブさんではフィギュアの5万円福袋と、もう一個これとはちょっとサイズが小さい1万円のキャラクタープラモデル福袋があったんですけど、やっぱなんかこのでかいこの箱を見たら買いたくなるじゃないですか、これ。ということで、こちらを開封して今年の福をですね、皆さんと一緒に分かち合いたいなと思います。にしてもでかい、でかい。ちなみに今回ね、ガンプラ福袋じゃなくってキャラクター福袋になってるのは、まあ皆さん事情もなんとなくさせられてるかなと思うんですけど、普通にね、ガンプラがもう在庫がほぼほぼないよね、世の中にね。そうそうそう、もうみんなで買い尽くしていると思うので、まあ、そんな中残しといてもこうね、店頭に普通に出せやっていう人だっているかもしれない。そうそう、難しい世の中になりました。でもこういう箱の中にガンプラがあろうがなかろうが私には関係ないんですよ。この箱をね、こう開ける楽しみっていうのが一番大きいかなと思っているので。そうなんだよね、結局福袋ってプラモじゃなくてもそうなんだけど、まあ、コーヒーだったりとか服だったりとか靴だったりとか、なんか使えたらいいかもしれないし、じゃなくってもいいけど、なんとなくこうくじ引き要素みたいなのがたまらなくって買う人が多いんじゃないかと。私もその口です。だからこの中の入ってるプラモデルが苦手なプラモだったとしても、お家にはもうすでに持っているプラモだったとしても、もうそれが楽しい。そう、開ける楽しみ、さあ一緒に味わいましょう。オープン、よいしょ。あまりに大きくてちょっとずらしましたが、まずはコンパーサイズ。結構いろんなサイズのプラモが入ってるってこと？あんま見えんように、コンパーサイズ、何やら箱をゲットしました。バン、おーおーおお、パトレイバーじゃないか。あ、モデロイドの方のパトレイバー、グリフォンでございます。真っ黒な機体じゃん。でも私ね、モデロイドのシリーズ結構作りやすくって、印刷されている面も多いから塗装なしでもかっこよくなって好きなんですけど、パトレイバーは作ったことなかったわ。グリフォンめっちゃなんか怪しげというか悪役顔しますね、この子ね。すごっ、最初からでもいい感じのが出てきたんじゃないの？とりあえず私は持ってないし、作ってみるのも楽しそうなキットが来ました。この調子で知らないキットいっぱい欲しいよね。次はこれなんか手に触ったやつ、えいでん、あ、ライダーですね。じゃん、仮面ライダーのダブルのサイクロンジョーカーですね。サイクロンジョーカー超いいんだけど。菅田将暉、菅田将暉すごい酔いすぎちゃった、思わず。菅田将暉さんですね、のイメージがすごいあります。あー、見てたよ、これも。これぐらいの時代のね、仮面ライダーちょいちょい見てるので、なんかちょっと嬉しいですね。そう、こっちとこっちね、クシャクシャ。これ素直に嬉しい、ありがとうございます。じゃ、どんどん行きましょう。なんかね、箱の厚みがすごいので、あ、まだまだ出てくる気がする。次はよいしょ、あ、取れない、よいしょ。うわー、これはちょっと懐かしい、福袋っぽい。さあ、覚えてますか、バルーブレイブ。これもね、ロボット系アニメいろいろあるんですけど、皆さん結構ね、ガンダム以外のロボットアニメっていろいろあるんですよね。そう、
こう86だったりとか、マブラブだったりとか、境界戦記だったりとか、いろんなロボット系アニメはあるんですけど、そういった感じで出てきたバルブレイブさんですね。ちなみに私はバルブレイブを見たことがないんですけど、これは誰の期待なんだろう。バルブレイブ1、イノセントゼロ、ヒジ、カジン、カジンかな、なんか赤色っぽいから主人公機なのかなと思ったけど違うんですか。え、待って待って、セリフやばいんだけど。これ人間読みますか。お次は、あ、ちっちゃい箱、ちっちゃい箱がちょっと手に入りました。バン、あ、猫武装だ。わあ、ちょっと懐かしいぞ。猫武装ね、あー懐かしいね。懐かしいんじゃないですか皆さんも。これね、猫のこのちょっとね、食玩っぽい感じで猫のフィギュアがこうやってついてるんですよ。で、その子に周りに武装をつけて、なんかこう戦車に乗せてるような感じとか、バイクに乗せてる感じとかを自由にして遊ぼうって言うんですけど、この猫のね、彩色が美しいですよね、これはね。割とね、子供たちとかも喜んで作ってくれそうな、そんなキットかなと思います。ちょっと懐かしいね。軽トラ武装もあったもんね。そしてお釣り、あ、ちょっとこれはでかい箱になりました。これなんだろう。よいしょー、あ、ディライズの子ですね。じゃん、ラセツテン、あれ、あったり、あった、これ出た時にめちゃくちゃ人気だった子じゃない。そう、かっこいい。ラセツテンって名前がちょっと中二病入ってるんだけどさ、ちょっとこう丸みがかったボディがメインなので、こう私的には好みの方なんですけど、こう武装も結構乗せてて、でもしっかり稼働して動くよみたいな機体になっております。リライズね、ね、その存在をすっかり忘れておった。リライズまだまだありましょう。あ、まだまだ、もうね、箱だらけ、箱だらけ。これなんだろう、これもほら、あ、でかいね、でかい箱をゲットしました。せーの、よっ、いる、家にいる。はい、双子になりました。どうも、いつかちゃんです。いや、でもこれは確かにわかる。うん、いや、すごい可愛い女の子が作れるフレームアームズとかの作りをこうトレースしながらも、ボディだけなので結構武装作るのが大変だったりすると思うんですけど、この子はまあ本体と可愛い髪型、顔だけだったりするので結構サクサク作れて、女の子プラモを始めるにはすごいいいキットだと思うので、このシリーズ2個目だ、積んどきます、積んどきます。まだまだいきましょう。次、あれ待って、袋、袋に入ってる、何これ、え、待って待って、袋袋が釣れたと思ったら、すごい、何これ、あの、私が買うこと分かってました、このボックス。え、すごっ、うわー、ちょっとケロロとかちっちゃいプラモの詰め合わせセットが袋に入ってる。一回、え、なんで、なんで袋に入ってんのこれちょっとちょっと、あー、まずは、はい、ヤブイ、ヤブ、ヤブイ社、クルルさん、タママさん、ドロロさん、ギロロさん、ケロロはこの4つらしい。うん、こんな細かいのガッサガッサ入ってんだね、びっくりびっくり。からの、うお、懐かしい、ヨーデル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 、妖怪ウォッチからじゃないか。うわ、懐かしい、ちっちゃいプラモがどんどん出てきます。あとは、じゃーん、ビルド系のパーツ類ですね、が3種類入っておりました。あ、ジオニックソードの量産型ですね。なんか金色とか赤とかのイメージだったんですけど、と、ライフルプトレマイオスアームズという感じで、ちょっといろんなバリエーションで入ってます。私としてはありがたいんだけどね。そうそう、子供たちがいる施設とかに送ったりとか、まあ、またね、ボランティア再開できたら一緒に組んだりとかできるので、ありがたい存在ではあります。そしてお次は、あ、これ何、箱、あー、あら、なんかわりかし新しいよね、ジオだ、なんかもうあれだね、ライダー系が2つ来ましたね。ちょっとね、ウルトラマン調な顔が特徴的なギーツさんでございます。フィギュアライズのこういう仮面ライダー系がすごい増えてるなと思うので、その流れかなと思います。お次は
わ、まだまだあるわ。で、まだまだあります。バーン。おお、やっぱ今時のキットがすごい多い気がします。これもうさっき喋ったばっか、城海戦記の中に出てくるメネスジョーガンでございます。で、城海戦記のプラモもね、すごいたくさん増えてるので、ぜひ皆さんもアニメ見ながらね、作ってほしいなと思います。そういう私も作らねば。そしてまだあります。あ、袋がある。袋コーナー来たよ。何が出るのか、何が出るのか。袋は、あ、パーツテスト。わー、出たー。これさ、前にも登場した覚えがあるんだけどさ、覚えてますか。これもう福袋恒例ですよ。フレームロボ。まあ、これね、あの変形したりするものが入ってるんだけど、なんかプラモの結構エントリーモデルというか、そういう簡単に作れるのにそこそこね、変形したりして遊べるよっていう、毎年お子さんとかにはいいんじゃないかなと思うキットでございます。いやー、もう毎年入ってるんだね。すごい在庫があるってことなんだろうな。小売店さんも大変なんです。大変大変。そしてここは、あー、ダンボール戦記のカスタムウェポンだ。うわー、断線か。へー、いっぱいあるんだけど、こういう、よいしょ、こういうカスタマイズ系の武器とかを載せるものと、こういったエフェクト類ですねを作れるものと、あら、あら、こんなのあったの、知らなかった私。へえ、ディスプレイするときにこうひな壇みたいにして飾る棚、ちょっと段差があるプラスチックになってて、でもまあこういう薄めの感じなので、あ、でもこれはすごくありがたい。っていうか、こんなのあったんだってことに私はびっくりした。あんまり店頭で見かけないんですよね。へえ。さらにダンボール戦記ステッカーもありまして、アキレス用のものがすごいたっぷり入ってます。断線セットまであるの。はあ、なるほどね。でも断線自体の箱はまだ見てないけど、断線自体入ってんだからこれね、流れ的に。お次はこちら。一応ダンボール戦記なんだけど、これは稲妻イレブンとコラボしてるんだ。あ、劇場版で一緒になった時の機体なんだって。ちょっと飛行機とかバスだったりとか、その2機セットになっていて、これは知らなかったな。はい、続きまして、いいよ、おっきいかも。ちょっとおっきい箱が来た気がする。いいよ。とバーン。あ、バルバトゥースの MG じゃないですか。バルバトスさん、これ私作ったわ。そこ、それもウェポン付きで、大なんか第1形態か第6形態までみたいな感じで順番に作ったわ。懐かしい。そんな MG のバルコアトス。え、ガンプラいるじゃん。あれ、ガンプラいた。そう、なんか大箱で来ると思ってなかったので、なんかもうちょっと HG のガンダムとかが入ってると思ってたら、こんな大きいのくれるんだね。バン。ということで、そんなバルパトスね。で、あとは、お、これ、あ、最後だ。最後、最後の1個になりました。この開封する楽しい時間もうしばい、早い。またね、ちょっとでかいやつなんですよ。いきますよ、3、2、1。よいしょー、私これ緑に塗った、塗ったわよ。あー、お久しぶりです。レッドフレームさん、お久しぶりです。ちょっと思いっきり私作ったことあるんですけど、レッドフレームさん、ちょっとレッドフレームさんじゃないですか。かぶること、それが福袋。はい、ということで、今回はイエローサブマリンさんの新年の福袋キャラクタープラモデル今2000円を購入してみました。え、なんかすごい量だったね。福袋ならぬ福箱だったわけですけども、もう量もすごいけど、いろんな種類のプラモデルが入っていて、まあ、例年のね、ガンプラ福袋とはまた違う楽しみがあるのかなと思いました。皆さんにとってこの福箱はお得ですか、それともみんなが引いた福袋の方がお得だったでしょうか。まあ、作ったことあるキットもいろいろあったんだけど、まあ被ったものもね、
大切に保管したり、プレゼントに回したり、気になるキットをライダー系結構気になったのでライダー系作ったりとか、パトレイバーも作ったりとかなんてしながらですね、楽しみたいと思っております。こうよく言うじゃない、こうプラモってさ、買う楽しみっていうのがじゃない、積む楽しみだったりとかで、今のだと福箱を開ける楽しみみたいながあると思うので、すでにね私はこの内容に満足しております。ここから先作ったらさらに満足が増えるっていう風に思うとより楽しいかなと思うので、皆さんも近所の模型店さんとかいろいろ回ってみつつ、何が入ってるかなっていうワクワクをぜひ開いて新年のプラモ活動を始めてみてください。いやもうスーパー良かった福袋とかの内容ぜひコメント欄で楽しみに待ってます。はい、ということで以上無限中 TV でした。またねバイバーイ。